グローバルボーイズグループ、イニ、INI の藤巻京介が、15日放送のテレビ朝日系、シソンヌ長谷川かける〇〇の決まり、毎週水曜深夜2時16分に出演。一人カラオケについて語った、藤巻京介、一人カラオケでのマイルール&一番嫌な状況を明かすこの日のテーマは、一人〇〇の決まり。一人カラオケの決まりとして、最初の注文が届いてから1曲目を歌うという一般の人の VTR に藤巻は、これめちゃくちゃわかる、と共感した。一人カラオケめちゃくちゃ行っていた、という藤巻は、とりあえず店員さんが飲み物とか持ってきた、ここまでおとなしくしときます、と、飲み物などが届くまでは歌い始めないというマイルールを紹介。理由としては、ちょっと恥ずかしいですね、と照れ笑いしてみせた。しかしもちろん現在は多くの観客の前で歌っている藤巻、それとは全く別物になっちゃうんで、と、カラオケはステージでの状況とはまた違う気持ちなのだという。番組 MC のお笑いコンビシソンヌの長谷川忍が、カラオケでありがちな、店員さんが来た時だけ声のボリュームを落として歌う、姿を再現してみせたが、そうなるのが一番嫌ですね、と、やはりカラオケでは店員に歌っている姿を見せるのは照れくさい様子だった。藤巻京介、定番の一曲を披露また、一人カラオケは、フリータイムで7時間とか8時間とか言ってました、と豪語した藤巻、本当に疲れるんですけどそのくらい折れる、と力を込めて、大人数とかで行くと、最初バラードはないだろ、みたいな、ちょっと盛り上げて、みたいなのあるけど、一人カラオケはそれがないので、最初からもうバラード、と、曲を選ぶにも周りを気にしなくて良い一人カラオケの魅力について熱弁した。その後、長谷川から生歌をお願いされ一瞬戸惑いを見せたものの、歌わせてください、と宣言し、姿勢を正した藤巻、いつも一人で行く時に最初に歌う、という3人組ロックバンドレミオロメンの曲、3月9日の一節を、いつも通りの透き通った歌声で、アカペラで歌い上げた。突然の無茶ぶりながら、高音で安定した歌声を響かせた藤巻。隣で聞いていた池崎正人、先は正式には、立先は、すげー、と拍手を送っていた。藤巻京介の歌声に絶賛相次ぐ藤巻が披露したアカペラに、ネットでは、ケイちゃん、藤巻の歌声国宝級、ひょうちゃんの生歌、短いフレーズだけでも涙うるうるする、ケイちゃんの歌声はお耳のご褒美だね、などと魅了される人が続出していた。